イッチの中でもクロコダイルと人気を二分する結構リピーターの方も多いカルノっていうシリーズですね。カルノはですね、いわゆるコード版になるんですけども、まあ、イッチのコード版、なかなか他の財布と、ね、一緒に並んでるっていうケースが少ないんですけど、他日本でも、まあ、世界中で見てもコード版の仕上げをやってるところがなくてですね、非常に綺麗なんですけど、あんま綺麗すぎないヨーロッパのすごい上品な綺麗さと、アメリカの少しワイルドな、ね、エイジングといって使い込んでいくと色がこうどんどん変わっていって味が出てくる、まあ、ちょうど中間に当たるような独特のですね、上品な味の出方ですね、をするのが特徴のイッチの彼のコード版ですね、紹介していきたいと思っております。色はですね、このボルドーですね。もう角度によってものすごいこのライトの加減ですね、色は変わって見えるんですけど、はじめはですね、比較的赤っぽい感じの色なんですけど、使い込むとですね、かなり黒に近づいてきます。どん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 色が濃くなって黒に近づいていくっていうバーガンディですね。意外にですね、黒と同じぐらい人気なんですよ。うん、やっぱこうコード版好きな人って自分でですね、味をこう出してって自分だけの色にしたいっていう方多いので、やっぱねこっからこう育てた方が。黒いところとまだ少し赤みが残っているところと差が楽しめて、はい、深いワインレッドですねになってきますね。角度によってね分かると思うんですけど、ほんの少しね黒く見えたりもするところがあるんですよ。コード版って馬のねお尻の部分なんですけども、非常にですねきめ細かくてつるっとしてるんですけど、よく見るとですね、少し色がね、グラデーションみたいになってる感じ、分かっていただけたら嬉しいなと思います。この色と、あと黒ですね。定番の。これもですね、ライトですごい光っちゃうので、ちょっと分かりにくいです。真っ黒ですね。はい、これも初め結構透明感があるんですけど、使い込んでいくと、どっちかっていうと、ね、黒の中に陰影が出るような深い黒に変わっていきます。はじめですね、比較的こう、なんでしょうね、ガラスっぽい感じほどなんか軽い感じじゃないんですけど、はい、ある程度ですね、しっかり感、重厚感はあるんですけど、ものすごいキメが細かいので、はい、まあ、育てられる黒って感じですね。黒なんかですね、他とちょっと比較すると分かりやすいかなと思って、今日ちょっと他のやつも持ってきたんですけど、こちら。これがクロザンっていうですね、イッチでこれも非常に他ではまだまだ珍しい、イッチがね、先駆けてスタートしたクロザンっていうですね、表面に漆を、何重にも塗り重ねて、表面の突起の部分だけこう漆が乗ってて、粒の上のとこだけ艶っぽいので、角度によってすごい艶がね綺麗なクロザンですね。これも非常に人気です。で、定番とされているのがこの黒です。ディプロフィオルドっていう黒なんですけども、ドイツのですね、こう表面のその皮のこう、キメというか、肌のですね、つぶつぶがすごい整っててね、綺麗な。で、水とか汚れにも強い、非常に定番で。まあ、これも使っていくとちょっとツヤが出てくるんですけども、まあ、ひときわそのコード版が、あのツヤが、はい、際立ってると思うんですけど、こんな感じですね。やっぱコード版、やっぱ他のにも変えられない、こう、なんでしょうね。ちょっとこう財布を出したときにキラッと光る感ありますよね。うん、まあ、でもそんなにこれ初めすごいツヤツヤですけど、使い込んでいくとですね、もうちょっとこう味が出てきて、そんなピカピカな感じではないので、うん、まあ、2年ぐらいね使い込んでいただくとすごい色になってきますね。こんな感じです。
まあ、光の当たる角度によってこう違った感じで見えるっていうコード版でございます。でこの、カルノっていうイッチが出しているコード版ですね、リーデロ小川さんという、まあ、日本でも、まあ、屈指の仕上げの綺麗なところで、ここで今もう新しくこうブランドが注文するのすごい難しいっていうぐらいですね、まあ、なかなか普通の財布売り場とかでこのコード版の仕上げを見ることないんじゃないかと思いますね、うん、こちらサイズがスマートミットっていうサイズなんですけど、スマートミットウォレットっていうサイズで、まあ、定番のですね、まあ、結構あのスマホサイズというか、まあ、持ちやすい、まあ、コンパクトなんですけど、あんまコンパクトすぎないんで、比較的物もしっかり入るし、で中はですね、あの実はリニューアルしたのでちょっと今日はね中の方も見せていきたいなと思うんですけど、これ中開くとですねこんな感じで両側にですねカードスロットがあります。片側にですねこちら 1,2,3 枚、こちら2枚ですねカードスロットが、片方の角が落としてあるので結構ですね出し入れがしやすい感じのカードスロットがついております。でパッと見のデザインは実は一緒なんですけど、最近ですねよりここにあのまあこの他にサブポケットがここに一つ、奥にもここにまあもう一つあって、今お札挟んでるんですけど、ここでですねお札を数えたりできるんですけど、あのここの裏にもですねさらにこういうふうに、まあカードスロットがこうついてたりとか、あるかな、この裏にもそうですね、カードスロットが。縦にこれ3つついてるんで、後ろ、裏だけで6個ついてるんですよ。でかなりこう収納あるんですけど、よりですね、あんまりこういう間にこう入れるとパンパンになってしまうので、最近リニューアルしまして、この角、こっちの方がわかりやすいかな。ここの、革の裏側を全部ですねカーボンファイバーを貼っております、外側からは見えないようになっているので、ちょっと分かりにくいですけども、カーボンファイバーを貼ったことでこのステッチこう普段引っ張ると使い込むとねここがこうほつれてきたり切れてきたりするんですけど、カーボンファイバーをつけたことで非常にこう丈夫になりました。で厚さがぐっと薄くなったんですよ、はい、かなり薄くなりまして、一般的に一番薄くて 0.7 ミリぐらいなんですけど、まあ、0.5 とかですね、まあ、若干その財布の、モデルによってもこの厚さ違うんですけど、かなり薄くなったことでカードが 1.5 枚分ぐらいより眉の入り入るようになったので、まあ、薄くなって、丈夫になったって感じですね。でもちろんあの人気のですねコインポケットもかなり大口の大容量の、はい、非常に見やすいコインポケットがついております。でここにまあこの間後ろにですね、まあ、お札をどこに挟むかっていうのによるんですけど、ここに領収書を挟んでもいいし、まあ、お札をですねこの特徴としてここでこう数えて出し入れできる、縦出しできるっていうのがちょっと一つのポイントなんですけども、まあ、お札をですね、こちらと裏側で分けてもいいかなっていう、こちら側でもう一個分けてもいいかなっていう感じでございます。まあ、どちらの色もですね、捨てがたいというか、うん。なんか初めやっぱ黒の方が売れるかなと思ったんですけど、意外にですね、ボルドーも出ておりまして、まあ、どちらの色も、はい、同じぐらい売れてますので。まあ、仕上がりもやっぱり綺麗ですよね。こう見てて楽しくなりますよ。このコード版のシリーズは、色がですね、エイジング、味がこうより出るように、表面に顔料とかを、まあ、吹いてるもの、比較的こう安めのやつだと顔料を拭い、顔料っていうのでこう染めてるんですけど、表面の
味が出るのを楽しんでいただく、皮本来の味を楽しんでいただけるように染料で染めております。なので、使っていくごとにね、どんどん味が出てきますと。ただまあ、その分ですね、特に初めの頃、まあ、窓際はですね、ものすごい日が当たるところに置いといたりすると日焼けしたりとか、はい、する可能性があります。で、表面もですね、やっぱ普通の皮よりもですね、まあ、こういう表面なんで、ね、小傷がですね、多少つきやすいっていうのはあります。で、うちのグッド4-3ではちょっとうち独自なんですけど、まあ、この仕上げ非常にこのまま綺麗なんですけど、さらにですね、念のため小傷防止のコーティングをですね、無料でお付けしております。で、まあ、それしてもですね、エイジングにこう影響ないし、こう見た目は全くわからないと思うので、まあ、それを、はい、グッド4-3で購入していただいてした方が、まあ、長く使うお財布だと思うので安心かなと思います。で、すごく気になる方はその上に防弾コーティングっていうね、もうちょっと高いオプションでお金がかかるコーティングも、あるんですけども、まあ、そちら選んでいただいてもいいのかな。まあ、でも、まあ、味もそうですけど、あんまりね、気にしすぎてもあれなんで、小さなね、傷とかやっぱ、はじめ、ちょっとついたりするんですけど、使い込んでいくとですね、まあ、それも目立たなくなってくるんですよ。どんどん色が深みが出てくるので、ちっちゃい傷がですね、ほとんど見えなくなる。というか、まあ、ガシガシ使っていただいた方が味が出やすいので、まあ、有料のコーティングまでは、しなくても、まあ、一旦いいのかなと思ってますね。今日は、イッチのスマートミッドウォレットのカルのコード版を紹介させていただきました。ありがとうございます。